の心はるかーす。皆さんこんばんは、はるかーす。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。戸松はるかの心はるかーす、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。水曜の夜、番組を聞きに来てくれたあなたに癒しと元気をお届けしていきます。新年度がスタート、引っ越しした方もいるんじゃないでしょうか。確かに一人暮らしデビューおめでとう。毎年言ってます、工具セットを持てと毎年言ってる。本当に必ず来るから、一人暮らしする上でこれは持っといた方がいいものありますかって来る時も必ず私は工具セットを持ちなさいっていう風にね言ってますけど、今回は戸松さん的家選びに譲れないポイントはっていうちょっと違う質問が。でもね、私こう見えて引っ越し8回ぐらいしてんのかな。東京に18歳で上京してからもうね、結構引っ越しまですぐいなくなっちゃうすぐいなくなっちゃうんですよ。まあ今も賃貸なのですぐいなくなっちゃうんですけどでもやっぱりその時のさ、最初一人暮らしした時はなんていうのかな、こう大学生だったから、大学生かつこう大学にある程度通いやすく、でも仕事もしてたからなんか大きい駅にも比較的出やすくみたいな間を取ったところとか、あとでもやっぱ東京の土地が高いから、この値段でこの間取りかとか、この条件でもこんなにするんだとかいうのが結構びっくりで、まあ、最初の一人暮らしとか親が選んでくれたりしたんですけど、まあ若いから当時は徒歩15分とかでも全然歩くみたいななんかそういう感じで、なんかこう徒歩件数は結構そんなに重要視してなかったりとか、あとまあ一応女性の一人暮らしなのでオートロックはなんか一応あった方がいいよねとか、女性専用のマンション住んだりした時もありましたし、なんかそういう時期もあったり、まあでもだんだんこう卒業して社会人になってくるともう学校通う必要がないから、普段どこによく行くだろうって言っても毎日行く場所違うからなんかそうどこでもいいっちゃいいんだけどみたいなところで、まあ好きな駅選んだりした時もあったし、でも本当にすぐ引っ越しちゃうんですよ。だからもうめちゃくちゃ引っ越しまで10は行ってないけど8か9ぐらいはもう引っ越してると思います。だからそういう意味でもかなり自分の状況によってここは譲れないみたいなのがいろいろありましたけど、あーでもいろいろあったな。全部貫いたのなかったな。バス、トイレ別とかはなんかやっぱ後々出てきたやつで、最初に住んだ家とかユニットバスだったし、ワンルームに住んだこともあるし 1K とかもあるしみたいな、なんだろうね。でも防音の家とかに住んだこともあるけど、ペラペラのなんか壁に住んじゃったこともあったりしたし、あでも別にポリシーじゃないんだけど1階に住んだことまだないわ、自信なくなってきちゃった、もうなんかもうそうそうそうとかね、なんかそういう感じかな。だから女子とかはちょっとセキュリティ大事にしたりとかね、あとはなんか何ですかね何ですかね、本当に何でもいいと思う。別になんか日差し大事にするでもいいし、1階でも全然いいと思うし、もうセキュリティじゃないですか安心安全安心安全ね、うんだと思います。いや本当に家具を一から変えるっていうのが羨ましくてしょうがない。家具選び大事にしてくださいということで、心と心でつながる30分戸松はるかの心はるかす、最後までよろしく。戸松はるかの心心はるかす。改めましてこんばんは、戸松はるかです。今週末は、アニメイトさんにて行われるテレビアニメホリミアピースブルーレイ &DVD 第6巻リリースイベントに参加します。ブルーレイ DVD 全7巻すでに発売済みですので、いらっしゃる方は全部見たよっていう方がいらっしゃるのかしら、どうなのかな。もうだいぶねホリミアピースもオンエアしてからかなり
時が経ちましたので、もし見てないよっていう方はぜひ見てからね、めちゃくちゃネタバレしながら多分喋ると思いますんではい、遊びに来てください。そしてですね、4月からも春アニメもスタートしまして、コンクールは、転生貴族鑑定スキルで成り上がる響けユーフォニアム3などに出演しております。ということで、じゃあお便り読んでいきましょう。ココハルネームルリードピースさんからいただきました。ありがとうございます。はるちゃんこんばんはるかす、こんばんはるかす。先日滋賀へ旅行に行った際にラコリーナへ行きました。ここはクラブハリエをはじめいろんなお菓子の有名店が出店している場所で私もテンションが上がってつい全店で何かしらの商品を買ってしまいました。やはりバームクーヘンは別格で、特に出来たてのバームクーヘンはふわふわでめちゃくちゃ美味しかったです。はるちゃんはケーキやお菓子などでお気に入りのお店などあったりしますか？バームクーヘンが分かんなかったクラブハリエっていうのはお菓子の名前なのかしら。ラコリーナはお店の名前だよね、きっとね。うん、有名な、ごめんね私が無知で、本当にバームクーヘンは分かったんだけど有名なお菓子屋さんかな、きっとね。私ね、教えてほしいんですよ。逆にすごいじゃん、知ってる人って。ありとあらゆる有名店はもちろんさらってるし、新しく日本に上陸しましたよみたいな新店舗もなんか並んででも買うとか、あ知ってるんだ、どこどこに出店するよねとかって情報を知ってたりとか、どこどこのは何々が美味しいよとか、同じその有名なパティシエおじさんでも、なんとかさんの場合は何々が美味しくて、なんとかさんはなんかチョコが得意で、なんとかさんは焼き菓子が美味しいんだよとか、ほーはーみたいなみたいな、うわーバームクーヘン美味しそう。今ね写真見せてもらって、あクラブハリエさんお店の名前なんだ。じゃあへー、ここがいろんなお菓子がわーっていろんなところが出店している場所がラコリーナっていう名前なんだね。あーなるほどなるほど、美味しそう。そうバームクーヘンってほんと美味しいとこほんと美味しいよね。私ねバームクーヘンの記憶がなんか小学校ぐらいで止まってて、ずっと小学校の給食とかで出たのか、ちょっと保育園のおやつで出たかちょっと忘れちゃったんだけど、パサパサで食べれなくて、で牛乳ですごい流し込んで頑張って食べてた記憶があったところで、苦手まではいかないんだけど、あんまり進んで食べるお菓子じゃなくって、パサパサになって牛乳で流し込まないと食べれないっていうイメージがずっと子どもの時から止まってて、だけどなんかこういう仕事して差し入れでバームクーヘンどうぞって言って、それこそこういうホールみたいなのでいただいたりとか、個包装でいただいたりとかする時に、もう食べたら最近のバームクーヘンってこんなに美味しいのかと思って、そうびっくりしちゃって、なんかそのどのメーカーさんもさ、なんかもう卵感がすごいちゃんとあったりとか、何よりあとしっとり、牛乳いらないんだと思ってそうあの頃の私記憶が古の記憶で止まってて、こんなにバームクーヘンって今美味しいんだと思ってちょっと感動しちゃってね、そっからすごいバームクーヘン好きになったんですよね。だからクラブハリエさんのバームクーヘンちょっと食べたことないんですけど、誰か誰か自分で行かんのかいって差し入れで東京にあるのかなもうクラブハリエさん東京にあるんだろうか、あったら嬉しいんですけど、なかったらあれですかねお取り寄せとか。あ東京もあるんだ、へえ、あいろんなところに売ってそうです。じゃあちょっとせっかくこう教えていただいたんで、バームクーヘン一つでもどこのがいいかとか分かんなかったんで、ありがとうございます。ちょっと一つ私の知識に入れておきたいと思います。続きまして、ココハルネーム3月のパンダグラフさんからいただきました。ありがとうございます。はるちゃんこんばんはるかす、こんばんはるかす。先日運転免許を更新してきました。初めて取得してから10年間無事故無違反を貫き、ついにゴールド免許へのグレードアップとなります。仕事では稀にミスがある私ですが、ハンドルを握ると教習所に通っていた時の経験を思い出し、はるちゃんが日頃から言っている初心忘れるべからずの精神で危険を想定しながら安全運転を心がけています。はるちゃんは最近初心に戻ったことはありますか？細かくはあるんだと思うんだよね。
まあでもやっぱ仕事の時とかで、まあないですけど遅刻するとか、まあ、本当ないですけど、意外とこう見えて、まあ道が混んでてちょっと5分10分遅れますとか、電車遅れちゃってちょっと遅れますとか、そういう交通機関のっていうのはあるけど、なんか寝坊して起きれなくて遅刻したっていうのはほとんどないですけど、一回10年以上前、妖怪ウォッチの現場で主役でね、なんでか分かんないんだけど、その時まだガラケーとスマホを2つ持ってたのかな、なぜかガラケーでしかアラームをかけてなくって、私がで、そのガラケーがなぜかアラームが作動しなくて、ファッて起きた時にもアフレコの時間だったんですよ。でなんかもういろいろ思考がスッて、なんかピーとかスンってなんかこう無になって、逆になんかやってみたいな感じになるっていうより、あ今始まったみたいな。でその妖怪ウォッチのグループがあったんですけど、他のスタッフさんキャストさん全員がむちゃくちゃふざけたスタンプを私にイエーイみたいな、ウィーイみたいな、いやもうほんとあったかい現場でよかったんですけど、そうそう、いやもうそれでさ、なんかもうピリーみたいな、なんか何考えてんだよ、いやもうそうって言われてもしょうがないんだけど、すっごいライスタンプでめでけねー音符みたいなめってるよウィーみたいな、すごいなんか私が駆けつけるまでの間、先にこっちのパート始めてるので気をつけてきてねみたいな、こっちのこと気になさらずみたいな、いやもう土下座しました、でも現場で本当すいませんでしたとか言ってねーとか言って、来週なんかもう美味しいお菓子持ってこいよとかもうあったかい現場で逆になんかこうちょっと茶化してくれたので、なんかそれで終わったんでよかったんですけど、それが最後かなっていう記憶があるのは、うん、寝坊してっていうのはそういう感じですけど、まあ、それ以来ね、その何がっていうのは、その時にやっぱりなんで2つかけなかったんだろうってそこで反省して2つかけるようにしましたね、そっからは。でもまあ今は2台持ってないんで、結局なんか何回もかけるみたいなこいつがダメでもこいつがあるみたいなで必ず充電を、充電切れたら鳴るもんも鳴らないからさとかっていうので、なんか思って、ふとなんかパッて気づいた時、これ寝坊した時のこと考えろみたいなのはすごい考えるようになった。これ明日寝坊したらどうなるかわかるみたいなっていうので、なんかアラームよりも先に起きたりとか、アラームが鳴る2分前に起きたりとか、なんかそういう感じになりましたけどね。言うので遅刻はダメですよということで、メールありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。はい、トマツハルカの心ハルカ。アンダートマツ。このコーナーでは過酷な大自然に飛び込み、ハンタートマツが様々なものをハントし、ハンターランクアップを目指します。ハンタートマツが様々なクエストにチャレンジ、成功するとハンターランクが1上昇します。ハンターランクが5の倍数に達するごとにちょっとしたご褒美がもらえます。現在のハンターランクは18です。頑張って19に達しよう。19に行かないと20に行けないから、ということでコツコツ頑張るよ。今日はこちら、ビールのおつまみをハントせよ。新年度が始まり、お酒を飲む機会も多いこの時期ということで、こんなハントに挑戦します。これからビールに合うおつまみといえばというネットアンケート、20代から60代にて上位5つに入ったおつまみが登場します。その中から見事1位を選べればハント成功、ハンターランク19にアップです。なんか大学生なのか20代前半なのか、ちょっとそれを思い出す懐かしさがあるんですけど、私の今目の前にその5つのおつまみが広がっています。まずはですね、それを紹介したいと思います。1番枝豆、2番唐揚げ、3番焼き鳥、4番フライドポテト、5番餃子ということです。じゃあまず1番の枝豆から食べていきましょうか。もうこれお通しみたいな感じになってるもんね枝豆、じゃあ枝豆いただきます。あ、冷たい。でも冷たいの美味しいよね。いただきます。あ、美味しい。あ、美味しい。塩加減が最高です。枝豆って美味しいよね。なんか若い時はさ、
早くメイン来ないかなって思ってたんだけど、早く頼んだやつ来ないかなって。なんか枝豆があればそれでみたいになる人の気持ちもね、ちょっと分かるようになってきちゃったね。じゃあ続きまして2番唐揚げいってみたいと思います。これはもう20代じゃない、圧倒的支持率20、30代でしょう。うん、そりゃ美味しいよ、唐揚げだもん、一生美味しいよ唐揚げやっぱみんな好きだよね、すぐなくなるしね唐揚げで3番が焼き鳥。これ今私の目の前にあるのは塩の桃っぽいんですけど、いただきます。ぼんじり、え、ぼんじり大好きなんだけど、すっごい油だもん、だって油滴ってるよ。うわー、ぼんじり私大好き、ぼんじりみんな知ってる、ぼんじりだからすごい濃厚なんだから、なんかちょっとコリッとまでいかないんだけど、歯切れが良くてさ、なんでぼんじりにしたの、すごいじゃん、桃とか皮じゃなくてぼんじりにするってすごくない。なるほど、わ、焼き鳥もさ部位によって分からない、あと塩かタレかみたいなさ、どうなんだろう。そして4番フライドポテト、うん、もうこれはもうでしょうねっていう、昼も夜もあってもなんて言うんだろう、いろんな意味で無害で5つ目が餃子。なんかすっごいハイペースでトマツさん食べてるけど、一応ビールのこと考えながら食べてるからね、空腹でバクバク食べてるわけじゃないから。餃子いきます。うん、納得。いやこれね、ちょっとメーカーとかに、メーカーっていうかそうお店のさあれにもよると思う。うちはもう唐揚げがむちゃくちゃもう自慢の一品ですなのかさ、うちはもう餃子は負けませんなのか、そういうのにも本当によると思うし、私がちょっとんって思った20代から60代のトータルの支持率1位だから、20代の1位と60代の1位は違うと思うわけ。60代は枝豆だと思うの、私の中で。でもまあ多くのこう20代から60代の中でトータル幅広く1位になったものっていうところなので、どこを消していこうかなっていうところなんですけど、フライドポテトかな。まずフライドポテトはちょっと私が食べたのはこうちょっと細くてふにゃっとしたポテトなので、まあなんかもしかしたら皮付きのゴロッとしたやつとかだと、もうちょっとドイツっぽくて大きいソーセージとポテトだろうみたいなのだとちょっと違うかもだけど、もしこのふにゃっとしたのだったら別にビールじゃなくてもいいんじゃないかな、1位ではないかなっていう気がする。なのでまずフライドポテトは1位ではありません。よし、うん、あ、5位、すごくない？でもこれ上位5位だもんね、だからどっちにしても全員人気なんだよな。で、どうしようかな、枝豆か、うーん、焼き鳥かな、ちょっとけ、なんか1位じゃないかな、枝豆も。私は正直今の気分では枝豆だったの。枝豆が結構美味しくて、そのちゃんと中まで塩がなんかこう通った枝豆、なんか私自分で枝豆にやるとさ、皮だけ塩ついて中まで通らないことが多くて、中まで塩通ってて美味しかったから、あ、これとビールだったら最高だなって思ったんですけど、やっぱ20代の支持率が低いかなと、早くメイン持ってこいよって思われちゃう気がする腹の足しになんないから、早くなんか肉料理持ってきてほしいみたいな、ちょっとなんか前座みたいになっちゃいがちなのかなっていうので、枝豆は1位ではありません。うそー、マジ、私餃子だと思ってた1位、マジで本当に。順位発表します。5位フライドポテト、4位唐揚げ、3位餃子、2位焼き鳥、1位枝豆。なんでここで枝豆選んじゃう私。いや餃子って好きな人本当に好きじゃん、年齢世代関係なく。ちょっと餃子は強いのかなって思ってたんだよね。え、みんなそういう感じ、なんかやっぱもうビール飲む人ってやっぱそういう感じなのかな。もうちょっとこの世代のジャンルみたいわ、何歳の人がこう一番答えてて、案外20代の人そんなに答えてないのかもしれないね。20代のみんな枝豆食べる若者たちよ私は食べますよ、
朝食だし、あんまり脂っこいの得意じゃないから、あの体的にもちょこっと食べれればいいのよ。どうなの食べ盛りのもう気になってしょうがないんだけど、みんな枝豆やっぱあったら食べちゃうのかな。なん、でもさ、ビールに合うおつまみだもんね、テーマが。それともおじさんが多いのかな、おじさんが答えたこれアンケートが多いのかな。ちょっともうちょっと待って、いろいろ気になることが多すぎるんだけど。あ、そう、枝豆でしたか。そっか、自分のじゃあ感性をやればよかったな。あ、そうですか、悔しいな、残念、ハント失敗です。ちっとも上がらんね最近ね。ということで、このコーナーではハンターランク上げるためにこれからも様々なものハントしていきます。以上、ハンタートマツのコーナーでした。トマツハルカの心ハルカス。スーハー、ほら、深呼吸すれば心が落ち着く、心深呼吸。新生活が始まりましたが、皆さんはもう慣れましたか？新しい制服やランドセル、スーツを着ている人を見ると、なんだか私も初心を思い出して背筋がビシッとなります。新版も始まりました。皆さんにとって仕事にプライベートに充実した1ヶ月になりますように。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸、ゆっくり振り返れば明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。それではここで1曲お届けします。トライ&ジョイ。トマツハルカの心ハルカス、そろそろエンディングのお時間です。悔しいね。どうしてビール好きの声優かっこ自称でも言ってたのに自分を信じてあげられなかったのか。もうなんかそういう反省モードですよ。どうして自分を信じなかったんですかと。確かにって基本的になんか私はちょっとなんか人と多くの人が感じる感性とちょっとずれてると思ってたから、なんか自分のなんか好みとか、なんかまさか自分が王道に行ってると思ってなかったんだよな。あー、たまには私もランキング1位のコースに行ける時があるんだみたいな、いいっていうのでね。これ多分あれですよ、仕事帰りにじわじわ反省していき、地味に落ち込むやつ。なんであの時私枝豆って言わなかったんだろうみたいな、枝豆だよなみたいなじわじわ反省するやつよこれ、後でね。ということで、引き続き皆様からいろんなメッセージ大募集しています。レンタルシミュレーション、笑顔の処方箋、ハーター、トマツ、名探偵、ハルカ、トマ版。次回のテーマはトマツハルカを紹介する時のトマツ楽曲です。その他、普通のお便りや私へのメッセージに番組の感想など何でもお待ちしています。メールアドレスはハルカスアットマークセカンドショットドット JP、 ハルカスアットマークセカンドショットドット JP です。セカンドショットの綴りは SECONDSHOT です。番組のホームページからも送れます。たくさんのメールお待ちしております。また番組公式のハッシュタグシャープハルカスです。皆さんどんどんつぶやいてね。番組終了後、番組公式 X に私の手書きコメントを掲載されますので、そちらもお楽しみに。そして6月29日土曜日に日照ホールにてココハルラフラフの合同イベントの開催が決定。現在ニコニコ動画セカンドショットチャンネルのチャンネル会員向け先行チケットが発売中。詳細は番組公式 X や特設サイトをご確認ください。現在スロットソードアートオンライン用楽曲オルターエコー発売中、ぜひチェックしてください。新版についてです。現在放送中のアニメ転生貴族鑑定スキルで成り上がるにファム役で出演しています。そして響けユーフォニアム3に黒江真由役で出演しております。続きまして、 ATX さんの動画配信サービス ATDX にて配信されますアニバ声優記念に〇〇してみたに、私たちスフィアが出演しています。初回はすでに配信されていて、2回目は4月18日、3回目は5月2日に配信開始予定です。ぜひご覧ください。さあ、ということで
今日はラフラフに質問があるよいや、美奈子先生ビール飲みませんからちょっとね、この質問しようかなと思ったんだけど、どうなんですかね、ビールを飲まない人には多分また違う感性があるのかしら。単純にさ、お酒関係なくこの5つの中だったら何が好きって、そうなるとどうなんだろうね。その今回さ、ビールに合うおつまみだったから枝豆が1位だったじゃん。単純におかずバトルにしたらどれが1位になるんだろうねって思うと、私は餃子だと思うの。私はね、全国的には。だけど美奈子先生は何を選ぶかね。だからこの5つで好きなおかずはどれって聞いてみようかな。美奈子先生なんていうかな、焼き鳥っていうような気がする、予想ね。ということで、またこれもね、テーマによってまた変わってきますから、じゃあよろしくそれではそろそろお時間です。また再来週4月24日にお会いしましょう。戸松遥の心はるかす、ここまでのお相手は戸松遥でした。これできっと心もはるかす。バイバーイ。